先、人差し指までは一直線のラインでキープできるように、はい、股関節からお尻から、足の付け根から動かしていく。で、余裕がありましたら、足前へ蹴ります、足のこの上で。で、足下、後ろに引くときに、ちょっと足首曲げて、前キック、後ろキック、前キック、そのように腰がね、反らないようにね、前キック、後ろキック、逆もやりましょう。そう。足まっすぐにして、つま先、お膝、股関節、ちゃんと股関節から外旋、外にねじりたいです。で、中、足の付け根から内股、外旋、外股、股関節です。膝だけとか足首だけじゃなくて、全部がしっかりねじりたい。少ないですか、そう。で、できれば、直線上、キープしたまま、外